から添削を始めます。まず描かれた写真を紹介します。非常に細かく描かれますが、色の調整ちょっと付け替えます。添削をします。まずカスタム水彩ブラシを起動させます。色をメリハリつけるため、右クリックで色を採取して、つけます。